こんばんちは、ウエジュチャンネルです、はい、前回は、まあ、滝尻王子のちょっとあそこ撮ってみて、そこね、ジャヤ、滝尻ジャヤで、ベジバーガーを紹介したんですけれども、今日はちゃいます。違います。今日は今ここ滝尻王子なんですけど、レッツ熊野古道を歩いていこうじゃないか企画でございます。前回あの息子が5歳の頃に滝尻王子から高原の神社まで歩いて4時間半かかったんですよ。それできれば4時間で更新する、それか3時間半ぐらい。でも普通の方であったら大体2時間半ぐらいで通る道だそうです。上旬ほんまにお前体力ボロないんや、ボロクソないんやという、ボロクソないです。なので頑張っていきたいと思います。レッツ、これな、どこまで続くんやっちゅうやつあった。これ、これめっちゃ見る、これめっちゃ見るで、いっさちゃん。いこうか。はい、今日はね、今滝尻王子来てます。棒でさしてください。今回そこ高原熊野神社まで頑張って歩いていきます。こんな感じやばい、だから今だけやで、余裕のよっちゃんな、イエーイイエーイってはしゃれな。今のうちはもうさっさと行きま、何時から今9時52分、10時やね、約10時から。できれば12時に着いた、12時半とか着いたら最高ちゃう。最高やね、最高やね。初めてじゃない、初めてだな。棒まで借りて張り切ってます。ここここ、ここから上がっていく。こんな道ばかりやね、こんな、なんかなんかあります、ね、あります。旅屋かと四本の落ちる輪をかき集かき詰めて、嵐を糸糸よう、ずずみり。よし行こうよし行こう、見てこう、やばいね。ここから急な坂道が続きます。ゆっくり休みながらお登りくださいって書いてんねんけど、ちょっとなんかやばない？今だけやで、余裕あんの。調子乗ってんで、そうそうそう、調子乗っちゃってやで、ほんと調子乗っちゃって、調子乗っちゃって。じゃあこっからなあ、もうずっと撮ってても面白くない。あー、体内くぐりまで着きました。まあめっちゃ近いけどな。よし、じゃあちょっとお母さんくぐってみようかな。ちょっと気をつけながら、ほんま気をつけてくださいね。ほんまって上がってきたで、お母さん。ほんまに、お母さんちょっと、あの、はぁはぁはぁ入ってたけどね。ほんまに、もう10分。ほんまに、ほんまに、おっと、危ない危ない。ちょっと通れるの？怖っ。これ通るの？うん。いやー、怖っ。ここ通らな、次行けっていうやつだな。うわ、怖っ。真っ暗いけど、すいません。赤ちゃんのな、お母ちゃんのな、そこから出てくる意味があるらしいよ。うわ、照れる。ちょっと待って。よいしょ。よいしょ。あ、辛いことになって。これでも、出れる？あ、私出られへんのじゃん。置いててください。私、あの、あれ、すんので。できるから。大丈夫です。カバン。私が、頑張ってください。高生活ってさ、いけんねんよ。トラックか、お母さん、これ。よいしょ。めっちゃ狭いね。めっちゃ狭いです。おぎゃおぎゃ、めっちゃちっちゃ。待って、足どうなってる？足どうな、ここ、頑張ってください。足痛い痛い、頑張れ。おぎゃおぎゃ、もうちょっとです。おぎゃおぎゃよ、取れる取れる、もうちょっと離れて。元気な女の子が出てきましたよ。出てきた。お、でもなんか
ママが出てきました。おぎゃおぎゃてか、うん、そうですね、出ました。娘はバックショットから。そうだね、こっから中に、はい、お母さんのお腹へ戻ります。めっちゃ怖い。小さいから戻れるやん。いや、ちゃうねん、めっちゃ怖いねん、こっから。あ、顔出した。あ、そのこのように入っていったよ。GoPro でどんな風に撮れてるかちょっとわからんねんけど、かなり面白いんでね、ぜひ皆さん、知ってるんだよ、知ってるみたい。意外と面白かった。意外と面白かったよな。もうあのコロナなんか吹き飛ばせやでな。あ、とにかくった、あのこんな風に親子がアホになって喋ってますけど、あ、そうこうしてる間にネズ王子が見ましたね。いや、しんどいよ、しんどいのはしんどいけど、でも一番な、この父が偉いから、父は偉かったから、そっからはまあ楽やね。うん、ここです。実はね、ここね、スタンプ押すとこね、こうあるんですけど、私も押してるねんな、これ。なっくんが、あ、お金ダメですよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ね、よいしょ、あります。スタンプあるんですけど、あ、アルパカとか置いてくれてる。今の時間見えるかな、11時54分です。ちょっと約2時間で一歳上がってきたな。見て、高原綺麗に撮れてるやろか、これ。うわ、あそこ白なってる、雪で、雪で、山の向こう2時間で歩いてきました。到着しました。ちょっと広く撮ってみる、こう見てね。ー、到着しました。2時間で、前回4時間半かかったんですけど、2時間で着きました。休憩2回頑張った。わー、でもめっちゃ寒い。ちょっとあそこ見える？雪降ってんねんで、見える？娘も頑張りましたし、私が一番頑張りました。この後あの美味しいケーキ屋さんあるらしいんで、ちょっと行ってみようかな。